2022年5月27日、5チャンネルにこんなスレが立った。気持ち悪い男の恋愛相談に乗ってくれ。聞いてやろう。早速スレを見ていこう。好きな人が2人いるんだが、それぞれに対する気持ちが全然いくて困ってる。片方は人間として尊敬できる部分もあるし女の子として好き。でもおそらく俺以外の人とでも幸せになれると思う。もう片方はかなり気が合う親友みたいな感じで、境遇とか聞いて幸せになってほしいと思うし、多分俺以外の人とではうまくいかない気がする。キモいのは自覚してるけどストレートに言われると心にくる。おそらく前者の方に抱いてるのが恋心だと思う。後者の方に抱いてるのは同情とか庇護欲とかそういう類な気がする。どちらかしか選べないとしたらお前らならどちらを選ぶ？そんなのおっぱいが大きい方選ぶよ。見下し具合がすごい。見下してるつもりはないんだけど。見下してるように見える？付き合ったとして自分が幸せになりそうな方はどっちかな。両方は選べないからな。好きな人と付き合うのと必要としてくれる人と付き合うのだとどっちが幸せなんだろうな。ここがこの悩みの肝なんだと思う。勘違いだから前者に突っ込んで玉砕してこい。で、俺もどうしたいのかはわからん。どっちかと付き合いたいとは思ってる。別に今のお前が恋人のいないフリーな状態なら同時並行で攻めてみればいいだけなのでは。俺ならそうする。もちろん同時並行で攻めたさ。その結果両方とも付き合えそうだから悩んでるんだ。なんか、自分が選択すれば付き合えると思ってるあたりが虎ヌタヌキの川山陽っぽくて痛々しい。そこが気持ち悪い男たるところよ。まあ二人ともこっちから押せばいけるくらいまでは来てると思うんだけど。お前と女2人のスペックは？スペックっていざ書くとなると難しいな。何書けばいいんだ。年齢、身分、職業、学生、身長、体型、容姿、付き合った人数、金持ちかどうか。あげてくれてありがとう。俺、20歳、大学生、171cm、体型普通、容姿10の上、2人、実家は普通よりは金持ちかな程度。1人目、20歳、大学生、165くらい？体型普通、容姿上、わからん、多少裕福っぽい。2人目、18歳、大学生、163cm、体型痩せ気味、容姿10、1人と言ってた、あまり裕福ではないらしい、こんな感じ。サンクス、若いな、俺みたいなおっさんにはまばゆしいわ、学生ならぶっちゃけわからん、付き合ってみないと見えない部分もいっぱいあるし、これからいろいろ経験して変わっていく。デス読んでる限りでネガティブに感じたのは、1人目には相手に本気で好きになってもらえるか不安、捨てられるかも。2人目だとお前が本気でのめり込めず傷つける可能性がある。まあ経験だと思ってよりでインコボツツ方に行けば？それどっちも当たってる。メンタリストか何かか。まあ前者じゃね。後者は多分親族にクズがいるだろ。鋭いな。明言はできないけどその通り。それもあってかわいそうだなというか同情の気持ちがあった。一緒にいて気を使わない人と付き合え、無言の時間があってもぎこちなくならないみたいな。それなら後者だな。全く気使わずに話せるし話してて楽しい。人間気持ちはコロコロ変わっても価値観は大きく変わらんから、価値観が合うやつと付き合った方がうまくいく。それも後者だな。何より嫌いなものが一致してるのがでかい。多分俺以外の人とではうまくいかない気がする。ここ数年で一番キモいです。自分でもキモいなダブル。なんかそう思わせる何かがあるというか。なんだろうな、庇護欲みたいなもんだとは思うんだけど。どっちかに決められない時点で本当の恋ではない。やりたいだけか自分が満たされたいだけ。33、これすごい刺さった。多分どっちも好きじゃないんだな。両方いけそうな状態になったからどうしようかなって上から目線で偉そうに選んでるだけだわ。すまん、結局これ何の相談なの？他の人ならどっちを選ぶかなって気になった。あと自分の考えを整理したくなったってのもちょっとある。なぜ選ぶ側だと思っているのか。どっちかに決められない時点でどちらも中途半端にしか好きじゃない。って言われてハッとしたわ。本当にその通りだと思う。もっと別の子を探しに行くことにするわ。レスくれた人ありがとう。俳優か誰かの名言で、二人好きな人ができたら、後に好きになった人を選んだ方がいい。もし一人目を本気で好きなら二人目を好きになることはないはずだから、っていうのを思い出した。本当にそうだな。もしこの先そんな状況になったら後者を選ぶことにするわ。恋愛なんて気候で決めれば間違いない。脳みそで決めるのは結婚の時だけでいいよ。これ系のスレ大体自慢だな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。